するものをそれに、はい、くるんでいただければなと思っております。え、それ無理ですよ私の場合は。いや、物じゃないです、型です。私はできませんよそれは。エメリア・エンコ・ヒョードル選手です。エミリア・エンコ・ヒョードル、強靭な肉体と決して折れない鋼の心、卓越した技術、冷静な頭脳を持って幾多の挑戦を退けてきた人類最強の男。その圧倒的なまでの強さは、本来敵として拳を交えるはずの同じ格闘家たちも憧れるほど。お、ヒョードルさん。高田さん。うわ、久しぶり。Thank you very much. Very good to see you. Thank you very much. 協力してくださいという、まあ、依頼というかお願いに行きました。今現在進行形でね、この世界の頂上にいる本当に強い人、この人を間近で見てもらって何かをね、子供たちに感じてもらいたい、まあ、そんな思いからヒョードル選手に今回ちょっと時間がタイトの中で、無理なお願いをしてしまったんですけれども、まあ、я только рад, конечно, рад видеть Такада сам и участвовать в этом. Рад встрече, встрече с детьми. 今日はありがとうございました。ありがとうございます。明日お願いします。Увидимся завтра. 実はね、自分の試合の前でも僕は寝れなかったことないんです。ところが恥ずかしながらもうちょっと寝れなくてイライラしたんですけど、万全のコンディションで彼とそして子供と向き合いたかったんです。ちょっとね、その4っていう数字を見た時はね、嫌な感じはしたんですけど、朝起きたらもう全然そんなこと忘れてすぐスイッチが入ったんですね。よし行くぞと。4月29日、この日有明のイベントスペースは朝早くから道着をまとった子供たちの熱気で満ちていた。さらにその入り口にはネームカードを自ら手渡す高田信彦の姿。かっこいいな、ブルーの道着が似合ってるね。はいはい。いよいよ子供たちにとって夢のようなひとときが。それは人類最強の男と間近で触れ合えるかけがえのない時間。今から特別な人に会ってもらいます。みんなのために時間を取って今日はこの場に来てくれます。まずはその前にその人の紹介 VTR を見てください。一番必要なことはヒョードル選手のやってきたことがわからない子どもたちに、それを伝えること。もう2メーターぐらいの選手もたくさんいますから、それに比べたら大きくないんですよ。なのにヒョードル選手は人間の中で一番強いんです。これはピンチかなって思う場面でも絶対に慌てないんです。必ずチャンスが来るんだと。これは憎しみあって戦ってるんじゃないんだから、自分の誇りやこのスポーツが好きだから戦ってるんですね。強かった、強かった、強いよね。じゃあその世界で一番強いヒョードル選手に出てきてもらいましょう。さあどんな感じかな、実物は楽しみだ。そしてヒョードルは本当にやってきた。子供たちのために。質問がある人。はい。あー、なんか急にいっぱい。どうやって蹴りが強くなれるんですか。どうやったら体が柔らかくなるんですか。На труднее всего мне было с Антонио Нагуэрой и с Миркой Кроков. あの短い時間の中で子供たちが各々ね感じ取ってくれたのかなっていう。どうやったら強くなれるんですか。大きい小さいには僕は全くこだわってなくて、何でもいいから一つ持ち帰ってって。実際に肌を合わせてこそ感じ取れるものがある。
Ну и кушать хорошо. わかったの？ロシア語できるの？高田の原点。5歳になる頃かな。NHK の巨人中日戦を見て、18人プレイヤーがいるわけじゃないですか。フィールドには。その中でなぜか背番号3に引き付けられたっていう。初めてスポーツ選手に憧れたのが長嶋さんなんですよ。本当にすごい人っていうのは理屈抜きにそんな幼い子供たちにも強烈なオーラ、エネルギーを発信するもんだなっていうのは。スポーツね。スポーツはね、6歳の野球が初めですから40年ですね。自分が長嶋や猪木から感じた理屈抜きの凄さを世界最強の男から感じ取ってほしい。練習風景を見せてもらいましょうか。フェドル選手の子供時代っていうのはどんな子だったんですか？Очень подвижным. Мой дневник не было недели, чтобы дневник не был исписан такой яркой красной ручкой моим учителем, таким красным жирным примечанием о моем поведении в школе. 今のこの感じからはちょっと想像できないですね。Но сейчас перерос, видно, спорт дал свои плоды. Всю лишнюю энергию оставлял в спортзале. あの時スポーツと出会わなければ、人類最強の男、エミリア・エンコ・ヒョードルは、この世に存在しなかったかもしれない。おお！はい、おしまい。やっぱりこうちょっと一日の中で嫌なことがあったりして、でそれを抱えたままジムへ行って、で汗を流すと消えちゃうんですよね。実際体を動かし筋肉を刺激すると成長ホルモンの分泌が促され、その結果精神が安定し決断力や判断力が向上するという。くだらんことでね、くよくよしたのかなって、なんかこう一気にこうそれを解決する方向へ自分の気持ちがスイッチに入るっていうか、そういうこうあのきっかけにもなるんですよね、運動って。レディーゴー。すごい頑張れ。体を大きくするとか強くするってではなくて、汗を流して気持ちの毒とかストレスを流すっていう。フレッシュな気持ちで、どんな小さいことでもね、向かっていけるような自分の状態を作るために運動をしている。その結果体にも跳ね返ってくる、いい影響が跳ね返ってくるっていう、それが一番大きいですね。肉体と精神の鍛錬を通じ、己と向き合い進むべき道を見つめ直すことができる。スポーツがあったからこそ今の自分がある。そしてその魅力を一人でも多くの子どもたちに伝えることで、未来が夢と希望に満ち溢れたものになると信じている。